こんにちは。人はいくつになってもね、新しい出会いを迎えるものですけども、今回ですね、私の動画に対して、本当にね、熱心にコメントをくださっている方、まちこさんですね。この前もお話したんですけども、これ鳥居まちこさんとお読みすればいいんですかね。まちこさんからのコメントに対して、この動画でね、返信といいますか、私の所感を述べさせていただきます。まずですね、幼い頃テレビ、近所の子供たちが見に来ていました。お宅にいろんな方が、子供さんがいらっしゃって、一緒にテレビ見たって感じですね。私もそうでしたよ。小学生の頃とか、友達の家に行って一緒にウルトラマン見たりね、ガンダムを見たりとかして、自分の持っているプログラムとこうやってテレビ見ながらこうやってね、遊んだもんですけどもね、懐かしいなと思います。ああいうね、なんかその子供たちがお互いの家を自分の家のように、自分の部屋のようにね、使っていく、街中で遊ぶってことが最近はなかったのかなと思いますね。なくても別にいいんだと思います。時代時代の関わり方とか遊び方とか楽しみ方って変わっていくと思いますんで、今は SNS とかをね、スマホでやるのがいいのかもしれないですね。はい、いろいろ思い出が浮かびましたね。私もね、昭和のね、頃のね、あのほろ苦さって好きなんですよね。やっぱり昭和47年生まれだからですかね。人生、勇気いただきました。ありがとうございます。こういう風にね、勇気をいただきました。発見をいただきました。気づきがありましたとか、動画を見て言ってくださると私も励みになります。これからもね、一つ一つの動画、大切に発信していこうと思います。拝見された方々は気持ちよい今日スタートをしている姿が、なぜか私までが気持ちよくスタートできます。ご隠居様ありがとうございますということで、ご隠居様なんてね、そんなとんでもないです。ぜひね、まちこさんもね、これからもコメントいただければと思います。さあ、次なんですけども、またね、まちこさんのコメントを紹介しながらお話ししていこうかと思います。ちょっと長いですよ。今日拝見できました。何でも話せる気軽さが伝わり、とっても嬉しいです。仕事大好きな人生、休みない方が嬉しい、若い頃からです。休みない方が嬉しい。お仕事が大好きでね、人の役に立つのがまちこさんは本当にね、嬉しいんだなと思いますよね。私もね、お仕事という形じゃないですけども、こうやって動画を通じてためになったと言われたら本当にね、嬉しいですね。そういう意味ではまちこさんと同じような気持ちを持っているのかもしれません。私もね、まちこさんのようにいろんなものに感謝できるような人間性を磨いていきたいと思います。ありがとうございます。若い頃からそう、母が口によくしていました。そんなに頑張るといつか倒れるぞというふうにね、お母さん、お亡くなりになったんですよね。言葉が懐かしく浮かんできます。お母さんがいつもそばで語りかけてくださってるんですよね。小さな店をやりながら来てくださる間違いで、定休日なし、スタートして店で人を入れた時はやはり、定休日必要ですね。でも私、2人から5人ぐらいのお客様が、嬉しい。本当に心が伝わってくるようなね、書き方ですね。良かったと喜ばれる顔が嬉しくて、1人で定休日開け続けていました。すごいじゃないですか。やっぱりね、お店が休みっていうのを来店した時に分かった時にすごくね、がっかりするんですよね。ですんで、行った時に休みなんだけど空いていたっていう時の安心感とかね、ほっとする気持ちっていうのが本当に私もよく分かります。よかったと喜ばれる顔が嬉しくて一人で、開けていましたってところで、そこが現れてますよね。それが一人でも満足感、開けていてよかった。夜中に電話入り、必ず出ていました。深夜1時ぐらいまで、大変ですね。スタートして山あり谷ありの地獄のような出来事、すべて前向きに考えている私は、何が起こっても動じない強い心が自然と身につきました。はい、時間っていうのはね、なんかすごく振り返ると、すべていいものに変わっていくっていうことがね、私よくあるんですよ。多分まちこさんも同じように考えているんではないかなと思います。苦しかったようで楽しかったような、そんなね、人生、なんだろうなと思うんですよ。苦しいようで、辛いようで、でも振り返ってみると、それすらも大切な自分の人生の一部なんですよね。強い心が自然と身につきましたって書いてますよね。たった一人で伝えてます。今誰にも相談せずに、機械に弱い私が YouTube 様だけが私の声を伝えてくださる場で、他の形はないと思い機械を手に入れましたが、全くやり方が分からずにスタート。ご隠居様びっくりでしょうね。そんなことはないですよ。こうやってコメント書いていただいても私がね、代わりに読むことができますから。携帯電話の方を始めだけ、あとは全然ダメだったが、私の真実が警察署県警本部窓口の母のカルテ白紙です。ここはちょっとね、警察のこと書いてますんで、ここはちょっとデリケートなんで飛ばさせていただきます。すみません。当直医師が困ってました。前に進むことはできないと、老衰ではダメ、役所通らないと、脳梗塞では本当に良いですかと何回か聞かれて決めました。この辺ね、病気のことなんで、ちょっとデリケートなんでね、ちょっと
飛ばさせていただいて、でも全部読んでますからね、ちょっとこの動画用にはもうちょっと一般的なことにさせていただきます。長すぎごめんなさいと最後に締められてますけども、お気持ちが溢れてくる分文章が長くなることもあると思いますので、ご遠慮なくお気になさらずに、これからもねコメントの方を書いていただければと思います。こうやってね、私がいただいたコメントを読む機会もできると思いますんで、まちこさんご自身がね YouTube でわーっとね私みたいに顔出しで話されなくても、コメントを書けばね、私がこうやってね、あ、こういうこと書いてあって、こういうふうに私も感じましたよっていう風な会話が成り立つと思いますんで、これが一つの出会いかと思います。これからもよろしくお願いします。それではいってらっしゃい。